長様、ありがとうございました。これからの時間は AGF 鈴鹿陸上競技場で行われます第23回日本フットボールリーグ第33節鈴鹿ポイントゲッターズ対いわき FC の試合を生配信でお伝えしていきます。ご覧いただいています YouTube チャンネルは鈴鹿ポイントゲッターズの公式チャンネル、略してポゲチャンネルからお伝えしています。チャンネル登録をお済みでないご視聴者様はぜひともこの機会に登録をいただきますようよろしくお願いいたします。さあ現在ピッチでは写真撮影が行われております。鈴鹿の地にいわき FC を迎えて鈴鹿ポイントゲッターズ今シーズン最後のホームゲームとなりました。さあ今日の鈴鹿地方少し強い風そして曇りのち晴れ時々雨が降るという難しいコンディション寒い中ですがたくさんのサポーターの皆さんがこの AGF 鈴鹿陸上競技場に応援に駆けつけてくれております。最後のホームゲームということでぜひ勝って皆さんに勝利を届けたい。ぜひ勝利を届けてくれ鈴鹿ポイントゲッターズ。ぜひ皆様で一緒に応援していきましょう。さあ本日はですねこの放送 YouTube チャンネルでお届けしておりますが YouTube の、ライブチャットですね、こちらに選手の応援メッセージを送っていただいたときぜひ紹介したいと思います。皆様からの選手への応援メッセージお待ちしております。さあこの後13時まもなくキックオフを迎えます。さあここで両チームの先発メンバーご紹介しておきましょう。鈴鹿ポイントゲッターズ、フォワードは北野 F ライン凛太郎、ミッドフィルダーに橋本、西村、ニュード、松木、そしてディフェンダーは4人、上田、今井、中村、菊島、ゴールキーパーは岩脇となっております。一方のいわき FC フォワードは3人鈴木、古川、佐賀そしてミッドフィルダー宮本、岩渕中盤の底に山下ディフェンダーは4枚日高、黒沢、米沢、小田島ゴールキーパーは白岡となっております。今シーズン JFL トップを走りますいわき FC をホームに迎えた鈴鹿ポイントゲッターズこの後どんな戦いを見せてくれるんでしょうか。まず狙うは何といっても先制点。有利に試合を進めていくためにはぜひとも欲しい先制点。一体誰の足から生まれるんでしょうか。さあゴール前にボールが抜けてきた鈴鹿ポイントゲッターズ最初のチャンスを迎えている。このボールどこに出すか。一旦後ろに下げて中を見て これは跳ね返されました。さあスローインからさらにチャンス続きます鈴鹿ポイントゲッターズ。ここはいわきが外へ出します。さあ早速応援メッセージが届いておりますね。修司さんから頑張れ鈴鹿と来ております。その思いをどんどん選手に届けていきましょう。今日はスタンドにも数多くのサポーターの皆さんが駆けつけております。そして一方遠くいわきからもたくさんのサポーターが駆けつけております。この辺りはさすが首位を走るいわき FC といったところでしょうか。さあ今度はいわきのチャンス、冷静に鈴鹿ポイントゲッターズクリアしていきます。さあ競り合い、競り合いの中で
ファールがありました。さあフリーキックをゴール前に入れてヘッドの競り合い、これが通ると危ないがクリアしました。鈴鹿ポイントゲッターズ。さあ右サイドから攻めますいわき、これが通ると危ないぞ。鈴鹿ポイントゲッターズ、おっと後ろからボールを取られたが、なんとかクリアしました。危ない場面、一つのパスミスがゴール前では命取りとなります。さあゴール前まで迫っていきました鈴鹿ポイントゲッターズ。さあ最初のコーナーキックのチャンスを迎えました鈴鹿ポイントゲッターズ。蹴るのは背番号4をつけました橋本。どこを狙ってくるか、ファーサイド、ヘッドは合わない。このボールを後ろ、惜しい。菊島選手からパスが通ればという場面でしたがラインを割りました。このボールはラインを割っていきました。鈴鹿のスローインです。さあ大きくサイドを変えようかというボールですが鈴鹿のディフェンダーがクリア。このボールを、ボールの競り合いの際に接触がありました。背番号42ニウド選手が倒れていましたがどうやら大丈夫の模様です。さあ試合再開、このボールディフェンダー3人で奪いに行きましたいわき。さあ後ろにこぼれたボールを岩木 FC のスローイン。さあ競り合いの中からボールを前にポーンと出していったディフェンスの裏を取れると面白いが、これは惜しい。大きくボールを前に蹴り出しました岩木、ヘディングでクリアです。さあライン際にボールを出していきました。さあこのまま自分で持って上がろうかというところ、少し足が滑ってしまった。鈴鹿ボールのスローインに変わります。
さあゴール前にボールが入っていきましたが、これはキーパーが抑えます。一旦キーパー岩脇へボールを戻します。さあこのボールを、おっとインターセプトした松木、うまいプレーだ。このまま自分で持ち上がってボールを上げれるか、ディフェンスが後ろから押したように見えましたが、ここはファウルありません。しかしいい突破を見せました背番号40の松木。さあ少しミスキックになったでしょうか。慌てて外に出しました岩木。クリアのボールはセンターライン付近へ。さあこのボールを拾うのは岩木、前線へ。さあニュードからつながっていくか。このボールはしかし岩木が奪いました。さあゴール前のボールキーパーが抑えます。岩脇ナイス判断でボールを抑えました。さあ岩脇が前線からプレスをかけてきます。このボールを奪われると危ないが、ニュード、足がかかりました。さあゴール前のボールは鈴鹿追いつきます。おっとこのパスが合わない。さあここは岩木チャンスとなるか。ゴール前、岩木抑えました。いいところにセンタリングが上がってきたんですが、キーパーが抑えています。大きく前線へ。これは少し飛びすぎましたか。相手キーパーまで飛んでしまいました。さあ岩木が突破していく。ゴール前、ディフェンダーに当たった。ニュードが大きくクリア。さあこのボールをつなげていきたい鈴鹿。岩木ディフェンダー、22番米澤が外に出しました。さあゴール前からのスローイン、背番号15菊島選手、ロングスローを見せるのか。ゴール前にボールが届けば一気にチャンスとなります。鈴鹿ポイントゲッターズ。さあ助走をつけてロングスロー来ました。ゴール前どうだ。こぼれているボールを押し込めるか。岩木も懸命のディフェンス。1点カウンター。一気に1人で持ち込んでいきます。怒涛のドリブル。ゴール前、ここは倒れましたが、ゴール前でのフリーキック。
カウンターから一人で持ち込んでいきました。怒涛のドリブル、ゴール前まで迫りましたが、フォワードの34古川、さあ先制のチャンスはいわき FC、 ゴール前でのフリーキック。ここは直接狙ってくるんでしょうか、トリックプレーを使ってくるんでしょうか。壁に当たった、ナイスクリア、鈴鹿ポイントゲッターズ、見事な壁。さあ攻め込んできたいわき FC、 ボールが通ったキーパー、ナイスクリア。いわきフォワード古川にパスが通ってシュートをする場面でしたが、いわきを抑えました。しかしコーナーキックはいわき FC、 いわきの攻撃が続いています。前半開始そろそろ15分というところ、フリーキックはいわき FC。 ショートコーナーを使ってきた。さあこのボールを中に入れて、クリアしていきます。しかしもう一度ボールはいわき、左サイドへ展開。このパスが通らない。さあここは1点カウンターのチャンス、鈴鹿ポイントゲッターズ。一旦落ち着いてボールを回していきます。さあ松木、前へのパスは通らない。どちらを使うか、右サイド菊島。さあこのスルーパス通れば面白いところでしたが、ディフェンダーに阻まれてしまいました。さあこぼれ球を拾っていくのはニュード。ここはパスカットされてしまいました鈴鹿ポイントゲッターズ。しかし簡単には諦めない、すぐにプレスをかけます。このボールはサイドを割っていきました。さあこのボールはいわき FC のスローイン。さあいわき FC、 一旦ディフェンダーへスローインを出しました。後ろから組み立てていこうという攻撃。さあ一気に前線へ、しかしこれは鈴鹿のキーパー岩脇が取りました。さあニュードのところにボールが行きましたが、あっと交錯プレーがありました。さあ今のプレーですが、鈴鹿ポイントゲッターズのニュードがボールを奪われてそのまま追いかけて、いわき FC の選手と交錯と。いわき FC の19番岩渕とぶつかったようですが立ち上がりましたね。
ここでイエローカードが出ました。ニュード選手、後ろからのタックルへのイエローカード。さあ、ゴールほぼ正面でフリーキックを得ましたいわき FC。 さあ、倒された19番岩渕選手が直接蹴るんでしょうか。うん、コットリックプレー、もう一度シュート、ゴールバーの上、フリーキック、跳ね返ったボールを岩渕選手シュートしましたが、これはゴールポストの上。さあ、この時間帯攻め込む時間が長くなってきたいわき、うんと、これはどうだ、後ろからのファールの判定、 PK がいわき FC に与えられてしまいました。いわき FC のこの後ろからの、ゴール前へのボールへ反応したんですが、このタックルはファールという判定。PK、どうやら背番号9鈴木が蹴るようです。左止めた、あ、しかしその後詰められてしまいました。先制点はいわき FC。 一旦は PK 止めた岩脇でしたが、その後詰めていましたいわき FC。先制点はいわき FC、 岩渕の足から生まれました。これはファールがありました。鈴鹿ポイントゲッターズ、さあフリーキックを得ました鈴鹿ポイントゲッターズ。なるべく早い時間に同点に追いついておきたいところ。背番号4橋本選手がボールを蹴る模様。さあ、どこに出していくか。ゴール前、ファーサイド、足元に落ちたボールはいわき FC がクリアです。さあ、しかしまだスローインは鈴鹿ポイントゲッターズ。ゴール前にボールを入れてきました。さあ、そのこぼれたボールを
さあこのボールまだつなげたい、しかし3人がかり、いわき FC 必死のディフェンス、さあここで給水タイムの模様です。さあ給水タイム中ということで皆様からの、送られてきましたチャットなどを紹介していきたいと思います。やはりいわき FC 応援のコメントが多いですね。そんな中 F723 から鈴鹿まだまだこれからと応援メッセージいただいております。さあどちらのチームの選手にも頑張ってほしいところです。もちろんゴールを挙げました岩渕くんナイス、こんなコメントもいただいております。この後も選手への応援メッセージどんどん紹介していきたいと思います。皆様からのメッセージお待ちしております。さあ1対0、1点をリードしたいわき FC ボールからの試合再開となります。さあ一度サイドを変えて攻撃していこうという鈴鹿ポイントゲッターズ、しかしこの辺りの寄せは早いいわき FC。 1点を先制しているとはいえすぐに同点に追いつかれますとやはりこの鈴鹿ポイントゲッターズのペースとなっていきます。この試合先ほどまではいわき FC 攻め込む時間が多かったんですが鈴鹿の攻撃の時間が長くなってきたところでこれはゴール前でファールがありました。今度は鈴鹿ポイントゲッターズの PK。さあ願ってもない同点のチャンスがやってまいりました。先ほど先制したのはいわき FC、 PK からのこぼれ球岩渕が押し込んでいきました。今度は鈴鹿ポイントゲッターズの PK。 さあグラウンド上少し強い風が吹いてまいりまして設置してあります選手のポスターなどが飛んでおります。今日の鈴鹿地方は強い風が吹いております。このあたりも少し頭に入れてプレーをしないといけません。ピッチ上の選手、さあここで決めるか背番号7エフライン凛太郎。どちらへ蹴る、決まりました、ゴール、エフライン凛太郎見事に PK を決めて1対1大きな拍手が送られております。思い切ってゴール右上に突き刺していきましたエフライン凛太郎、これで1対1。鈴鹿ポイントゲッターズ対いわき FC の試合は前半1対1同点です。ここからどう試合が動いていくんでしょうか。さあいわきの鋭い攻め、ボールを奪ってからの一気の攻めですが、ディフェンダー寄せていきます。
さあボールを奪えばすぐに攻撃、いわき FC。 一旦後ろに戻して攻撃組み立て直しますが、鈴鹿ポイントゲッターズディフェンダー陣もそうはさせじと寄せていきます。さあゴール前にボールを入れていこうというところですが、ここは旗が上がっています。さあピッチの外からは三浦監督の大きな檄が飛んでおります。ボールの上に少し乗ってしまった形となりました。ここもイエローカードです。少しこの負けたくないという気持ちが前に出すぎているでしょうか。イエローカードが多くなっております。鈴鹿ポイントゲッターズ、さあ競り合いからのボールを、いわきカットしてゴール前に迫っていきますが、なんとかクリアしていきました。いわき一度後ろに戻したボールを奪っていきました鈴鹿。さあこのままいけるか、Fライン凛太郎、味方の上がりを少し待って、おっと真ん中にパスが出た時に選手が倒されていました。背番号14北野選手が倒されてフリーキックと。1点を先制され同点に追いついた鈴鹿ポイントゲッターズ、さあ一気に逆転といけるでしょうか。このボール背番号4の橋本選手と7番 F ライン凛太郎選手がいますが、橋本が蹴っていった、キーパー一度はキャッチできませんでしたが、なんとか
収めました。さあ前線のFラインへ、さあ左サイドからボールが上がってキーパーが飛び出してきました。さあ1点いわき FC の攻撃、さあ右サイド、これはディフェンスの正面、さあゴール前ボールがつながる、ん、その前に笛です。さあ大きく前線へ蹴り出していきました。このボール、さあ一旦鈴鹿にボールが収まっています。ヒールでつないでいこうというところですが、このボールは外に出ています。さあゴール前素早いスローイン、しかし通らない。さあ右サイドボールを入れていきますが、キーパー正面抑えています。さあこの時間帯はお互いのチームゴール前へ素早く攻め込む、そういった展開が多くなっています。前半開始からおよそ36分、得点は1対1。次の1点がどちらのチームに入るのか、このあたりがこの試合鍵となるかもしれません。両チームとも激しい攻撃を見せています。ここまでの展開、さあ菊島後ろから狙っていくのか、シュート、これはゴールの上を通っていきました。ここ最近の試合ではゴール枠の外からゴールを決めております。背番号15菊島、この試合でもそういった場面が見られるかもしれません。鈴鹿ポイントゲッターズ背番号15菊島注目です。激しい競り合いです。このあたりイエローカードが多くなっている試合ですが、フェアプレー精神を忘れてはいけません。
さあこのパスが通っていけば面白い形だが、うん、取らない。さあもう一度鈴鹿ポイントゲッターズ、ゴール前のボールだ。さあニュードから菊島、ワンツーパス交換からボールが取っていく、抜けるか、抜けない。さあこの競り合いはボールが外に出て岩木ボール。さあこのボール、うん、ゴール前でファウルがありました。さあ微妙な位置でのファールでしたが、これは PK ですかね。うん、エリアギリギリのラインでしたが、いわき FC の PK。先ほどの PK の場面、キーパー岩脇一度は抑えました。この場面はどうでしょう。岩渕、うーん、真ん中を狙っていきました。いわき FC 勝ち越し2対1。前半40分2対1と勝ち越し点を入れたいわき FC。 さあ鈴鹿ポイントゲッターズはなんとか前半のうちに同点に追いつきたいところ。さあフリーだ、打っていきましたが、これは枠の外。さあ岩木がボールを持ちました。さらに追加点を入れていくのか、うん、
おっとゴール前でボールを奪ってゴール前にボールが入って流し込んで3点目。前半2対1と勝ち越してこのままリードをキープして守るのかと思ったいわき FC ですがなんとなんと果敢に3点目を取りに行きました。点差は2点。さあ少し苦しい展開となってきました鈴鹿ポイントゲッターズ。さあこのボールを、うん、少し焦りがあるんでしょうか鈴鹿ポイントゲッターズ。パスのミスが目立ちます。この辺りはなんとか前半のうちに1点を返しておきたいそんな思いの表れなんでしょうか。しかし先ほどのいわきの FC の3点目の場面そんな鈴鹿君を攻撃の裏をかくような攻撃。まあ、この辺りはさすが首位を走るいわき FC といったところでしょう。さあ大きく前線へボールが菊島追いつきました。おいわき FC も懸命のディフェンス。さあしかしコーナーキックを得ました鈴鹿ポイントゲッターズ。アディショナルタイムは3分と表示です。高いヘディングは、うん、惜しくも決まりませんでした。背番号35上田選手の高いヘディングでしたが。さあゆっくりとボールをセットしました白岡ティモシー。いわきとしてはこのまま3対1で前半を終えたいところです。さあニュードからのボール、ニュードボールを奪われてしまいました。先ほどのプレーでファールがありました。ゴール前へ。このヘディングだが、さあ間もなく前半も終了しようかという時間帯になってまいりました。ゆっくりと時間を使いますいわき FC。
さあこの辺りは目まぐるしく攻守が変わります。一度ディフェンスラインまで下げられてしまいました鈴鹿ポイントゲッターズ。ここで前半終了のホイッスル。鈴鹿ポイントゲッターズ対いわき FC 前半を終了、3対1、いわき FC 2点リードで前半を終えました。さてただいまの時間は日本フットボールリーグ第33節鈴鹿ポイントゲッターズ対いわき FC との前半戦が終了しハーフタイムとなっています。ご覧いただいています YouTube チャンネルは鈴鹿ポイントゲッターズの公式チャンネル、略してポゲチャンネルからお伝えしています。チャンネル登録をお済みでないご視聴者様はぜひともこの機会に登録をいただきますようよろしくお願いいたします。さて今回の放送も前回に続きスポンサー様のご支援をいただいてお送りしています。放送中画面右上に自動車整備士カードクターになろうのロゴを掲出しています。またご覧の画面では自動車整備士に関するご案内映像を流しています。少子化の影響もあり全国で自動車整備士が不足しております。現在自動車整備士はカーエンジニアやカードクターとも呼ばれ車社会にとって非常に重要な役割を持ち交通事故の防止や環境対策に大いに貢献している職業です。さらに働く環境も改善が進み空調設備の充実や勤務時間の管理、さらには管理職員への登用などキャリアパスも期待できる職業です。毎年三重県内の高校84校へ自動車整備士を特集した冊子が送られていますので興味があり就職
進学を控えた高校生の方は進路指導の先生にご相談ください。また自動車整備士の仕事をより知りたいと思われる皆様はぜひ三重県内カーディーラーの人事担当までご連絡をお願いします。以上 JADA 三重からのお知らせでした。さてご覧の画面では自動車整備士に関するご案内映像を流しています。少子化の影響もあり全国で自動車整備士が不足しております。現在自動車整備士はカーエンジニアやカードクターとも呼ばれ車社会にとって非常に重要な役割を持ち交通事故の防止や環境対策に大いに貢献している職業です。さらに働く環境も改善が進み空調設備の充実や勤務時間の管理さらには管理職員への登用などキャリアパスも期待できる職業です。毎年三重県内の高校84校へ自動車整備士を特集した冊子が送られていますので興味があり就職進学を控えた高校生の方は進路指導の先生にご相談ください。また自動車整備士の仕事をより知りたいと思われる皆様はぜひ三重県内カーディーラーの人事担当までご連絡をお願いします。以上 JADA 三重からのお知らせでした。
さあ、まもなく後半の開始を迎えます。鈴鹿ポイントゲッターズ対いわき FC。 さあ、後半は画面右側から左へ攻めます鈴鹿ポイントゲッターズ。一方、いわき FC 白のユニフォームは画面左から右へと攻撃をします。さあ、大変風が強い試合となっております。後半はいわき FC が風上から風下への攻撃。さあ、後半が開始されました。2点を追いかけます鈴鹿ポイントゲッターズ。さあ、一旦鈴鹿のゴールキーパーまでボールが戻っています。鈴鹿ポイントゲッターズ、この後半はやはりなるべく早い時間に1点、さらにはその勢いで一気に同点と、そういった攻撃を組み立てていくことができるんでしょうか。このボールも外に出ています。さあ、この後半まだ始まったばかりですが、まだどちらのチームが主導権を握っている、そういったものは感じられません。難しい。どちらのチームもまだ攻撃組み立てられておりませんが、ここでファウルがありました。さあ、この試合前半イエローカードが、3枚ですか、イエローカードが多い試合となっております。得点シーンも PK が絡む、得点が多くなっていますので、後半こういった不用意なファウルは注意しないといけません。鈴鹿ポイントゲッターズ、これ以上点差離されるわけにはいきません。さあ、しかしいわきの攻撃、ゴール前に迫っていく、シュート、ギリギリ枠の外。背番号9鈴木選手のシュートは惜しくも外れました。命拾いの鈴鹿ポイントゲッターズ。
ここは少しパスが合いませんでした。さあ再びゴール前、いわきヘディングは、さあこの辺りいわき FC がだんだんとゴールへの形を作ってまいりました。2本続けてのシュートはいずれも枠の外でしたが迫力は十分。この辺りはさすが JFL 首位を走るチームいわき FC。 さあドリブルで抜けてきました。ラストパスはなんとかカット、鈴鹿危ない場面が続きます。ここは冷静に処理をしました鈴鹿ポイントゲッターズ。しかしいわき FC の怒涛の攻撃続いております。3対1、2点リードしていますが貪欲に点を取りに行っています。このあたり鈴鹿ポイントゲッターズも守りに入ると苦しい展開となっています。2点を追いかける鈴鹿ポイントゲッターズ。さあ相手陣内でのスローイン、なんとかシュートまで形に持っていきたい。さあこの浮き球、どちらのチームに収まるのか。いわきがカット、サイドチェンジのボールを、インターセプトした。しかしいわきのリカバリーも早い。ここはファールがありました。いわき背番号19岩渕。少しパスが合いませんでしたが追いついた橋本。もう一度ニュードへ。さあ一気にカウンター、いわき。ここでホイッスルがありました。さあここで選手の交代がありました。
背番号17をつけました谷村海奈が交代でピッチに入っています。いわき FC 両チームとも選手交代を終え試合再開です。風でボールが動いてしまいました。画面上左から右へかなり強めの風が吹いています。 AGF 鈴鹿陸上競技場、さあ直接狙っていくんでしょうか。ゴール前低いボール、これは鈴鹿がクリア。さあスローインからのボール一気にゴール前に運ぼうというところですが、ここで笛。鈴鹿の選手が倒れています。前半から激しい当たりの多い試合となっております。激しい試合展開、鈴鹿ポイントゲッターズ対いわき FC。しかし上田選手どうやら大丈夫そうです。さあ一気に前線へ、ディフェンダーの後ろを狙っていきましたがラインを割っています。さあ再びいわきの攻撃、今度は右サイドを使っていきます。さあ変わったばかりの選手も背番号17谷村からゴール前競り合い、この辺りは当たり負けないいわき FC。 ボールを落として選手を押したという判定。さあ早いリスタートから一気にゴール前までいけるか、鈴鹿ポイントゲッターズ。シュート打たせません、いわき FC ディフェンス。ここはニュード選手がボールを外へ蹴り出しています。さあクリアが小さいぞ、なかなか攻撃の形を作らせてもらえません鈴鹿ポイントゲッターズ。
さあ岩木一旦ボールを後ろに戻してから前線へ、このボールがさあ右サイド、さあクリアが小さいところを岩木は拾ってまた攻撃の形を作っていきます。ゴール前、さあこういったボールを拾っていきたい鈴鹿ですが、さあ左サイドにボールが出ました。このボール入道、左サイドからセンタリング、ブー、これは少しタイミングが合いませんでした。誰もいないところにボールが行ってしまいました。しかし後半初めてチャンスらしい形を作りました。鈴鹿ポイントゲッターズ2点を追いかけます。さあどうやらここでいわき FC ハンドがあった、ようですね。スタンドからも鈴鹿ポイントゲッターズサポーターの大きな声援が飛んでおります。早く同点に、まずは1点を、そんな思いを込めた応援が選手に届くでしょうか。さあゴール前へボールを上げていく、落ちたボールを、さあクリアはまだ小さい、さあキーパーここまで出てきました。前線へふわりとしたボールを拾うのはどちらか、岩木がクリアしていきます。よくカットしました。さあ岩城左サイドからこれは直接狙っていったが、わずかにゴールの上、ロングシュートを狙っていきました。さあこの前線のロングボールに、古川が詰めていきましたが、ボールは外へ。このボールもいわき FC のスローイン。いわき FC に攻め込まれる時間が多くなってきました鈴鹿、さあそういった少し焦りがあったんでしょうか、ファールがありました。
このあたりはレフリーが冷静にさばいています。さあこのボールに鈴鹿ポイントゲッターズ詰めていきますが、大きく前にボールを出したいわき、これはオフサイド。さあ左サイドからディフェンダーの裏、これが抜ければ面白いぞ。さあエフライ凛太郎、競り勝てるか。このボールは合わない。しかしまだある。チャンスでしたがキーパーが取りました。この辺りはうまいパス回し、いわき。さあもう一度右サイドへ。さあ真ん中にボールを入れてきた。シュート、ナイスキーパー、外へ弾き出しました。さあコーナーキック、いわき FC。ゴール前なんとかクリア。しかしこぼれたボールを後ろから、ボールをすらして狙っていこうというところ、いわき FC。 さあここで後半も給水タイムに入ります。さあここまで後半やはりリードしているいわき FC が再三攻め込む形を作っています。苦しい展開となっています鈴鹿ポイントゲッターズ、2点を追いかけます。さあこの試合なんですが、いわき FC が勝利を挙げますと見事優勝ということで、そういったライブチャットのメッセージもたくさん届いております。
この試合に勝てば優勝といういわき FC、まあ、そういうこともありましてたくさんのサポーターが遠く福島からこの三重鈴鹿まで駆けつけております。さあ一方ホーム鈴鹿ポイントゲッターズもここで簡単に負けるわけにはいきません。さあここは突破していこうという鈴鹿の選手を吹っ飛ばしてしまいました。いわき FC イエローカードが出ています。鈴鹿ポイントゲッターズもこのまま今日の試合勝って残り1試合勝てば、まあ、相手チームのあることですが4位以内の可能性もあります。より上位を目指して、そして何といっても今日はホームの最終戦、サポーターの前見事勝利を飾りたい鈴鹿ポイントゲッターズ。しかしここも形を作るのはいわき、ラストパスは通さない。さあ後ろから怒涛の攻撃だ、シュート打っていきました。このあたり再三分厚い攻撃を見せてきますいわき FC。 さあ左サイドエフライン凛太郎からボール外に出てます。素早いスローイン、このボールを外に出してしまいました。さあそんな中、そんな中キョコさんからまだ20分ある頑張れ鈴鹿さんとメッセージ届いております。優勝を期待するいわきのサポーターからも頑張れいわきとメッセージが届いております。両チームへの声援お待ちしております。このボールを奪ったのはいわき FC。 ここでファールがありました。さあ鈴鹿ボールのスローイン、なんとかシュートまで持っていきたい。このボール
入道選手が触って出してしまったか。個人技を見せていきます。さあ一度戻して、さあ一旦戻したボールを奪っていく鈴鹿。しかしいわきの寄せも速い。しかしボールが通っていく。ヒールパス。さあラストパス、これはゴールラインを割ってしまいました。選手交代がありました。入道選手に代わり出岡選手が入ります。ボールを回していきます鈴鹿。そして一気に縦に入れようというところですが通りません。さあ一転していわきの攻撃。さあ自分で持ち込んで打っていこうかというところ。さあコーナーキックのチャンスを得ました鈴鹿ポイントゲッターズ。後半に入ってまだ両チーム得点は入っていません。ゴール前のボールはー3対1、 2点をリードしていわき FC。
さあこのフリーキックのボールどこに入れてくるのか。ゴール前。さあクリアのボールをもう一度拾って鈴鹿、ラストパス上げることができるか。コーナーキックかと思ったんですが判定はゴールキック。ゴール前のボールはキーパーが取りました。さあ後半に入ってから怒涛の攻めを見せていますいわき FC。 しかしなんとかゴールは許さない鈴鹿ポイントゲッターズ、そんな展開が続いていますが得点は3対1、いわき FC2 点のリード。このまま行きますといわき FC 優勝ということになります。目の前での胴上げは阻止したい鈴鹿ポイントゲッターズ。さあゴール前フリーだ。あーキーパー弾いた、こぼれているボールをボレーシュートしましたがわずかに入らず、絶好の形を作った鈴鹿ポイントゲッターズでしたがわずかに決めきることができませんでした。さあこういった攻撃を何度も繰り返していきたい鈴鹿。さあゴール前競り合い、さあ1対1、こぼれたボールはバーに当たった。必死でキーパー白岡が抑えました。いやー惜しかった。さあ今のゴール前のプレーでいわき FC のキーパー白岡選手ようやく立ち上がりましたね。惜しい場面2回続きました鈴鹿ポイントゲッターズ。見事に得点を阻止したいわき FC。
さあこぼれたボール、さあいわきのチャンスだ、さあいわきのスローインから試合再開、点差は2点、この時間帯鈴鹿がゴール前あと一歩でという場面2回作り出していますが、なんとかそれを阻止しているいわき、目の前での優勝を阻止するためにはあと2点取る必要があります。鈴鹿ポイントゲッターズ、一旦ボールを下げてから前線へボールを送り込みます。鈴鹿さあここでまた選手が倒れています。さあこの間にいわきは選手の交代がありました。背番号5小田島に変えて背番号35江川が入ります。さあそしてもう一人背番号19今日2得点の岩渕が下がって背番号16の関野が入りました。サイド、このボールが相手に渡ってしまいました。
さあ鈴鹿ポイントゲッターズ背番号6西村に変えて背番号2原が入りました。さあアディショナルタイムは5分の発表。さあこれは決定的な4点目か。いわき FC ヘッドで決めました。いわき FC 背番号18吉澤修、後半アディショナルタイムでの得点、これで4対1点差は3点となりました。さあ点差は3点ありますが、鈴鹿ポイントゲッターズの選手の皆さんには最後まで諦めずにプレーをしていただきたい。そして一方今の得点を見てがぜん盛り上がったのはいわき FC のサポーター席。さあこの形、遠く福島県いわきから今日はたくさんのサポーターがこの鈴鹿に応援に駆けつけております。AGF 鈴鹿陸上競技場で行われております鈴鹿ポイントゲッターズ対いわき FC、 アディショナルタイムも残り少なくなってきました。4対1点差は3点、歓喜の瞬間まであとわずかのいわき FC、 ただこのまま終わるわけにはいきません。鈴鹿ポイントゲッターズ、なんといっても今日はホームの最終戦、旗が上がっている。なんとしても簡単には負けない、諦めない気持ちを見せてほしい鈴鹿ポイントゲッターズ。これはファールです。残り時間が少なくなってきました。ここまで来ますとゆったりと時間を使います。いわき FC、 さあこのボールを拾ったのは鈴鹿、さあ奪って前線へのボールはつながらない。ゴール前のボールはいわきがクリア、それを拾って外に出していきます。さあゴール前に選手を集めます。ロングスロー、こぼれたボールをシュートしましたが、ここでホイッスル、4対1勝利を飾ったのはいわき FC。
この瞬間、いわき FC 今シーズンの優勝が決まりました。歓喜に沸きますいわき FC サポーター席。しかしあと一歩のところまで来ましたが、悔し涙を飲んだ鈴鹿ポイントゲッターズ。ぜひ来シーズンもっと素晴らしい姿を見せてほしいと思います。鈴鹿ポイントゲッターズ。さあ、ご覧いただきました日本フットボールリーグ第33節鈴鹿ポイントゲッターズ対いわき FC は4対1でいわき FC が勝利。なお、表彰セレモニーは12月5日の最終節の試合終了後にいわきグリーンフィールドで行われます。ご覧いただきましたように鈴鹿ポイントゲッターズ対いわき FC は4対1でいわき FC が勝利を飾り、見事今シーズンの優勝を飾りました。いわき FC の皆さんおめでとうございます。そしてここまで今シーズンよく頑張りました鈴鹿ポイントゲッターズ。今サポーターから感謝とねぎらいの拍手が送られています。ぜひ来シーズンこそ優勝を決めて J3 目指していただきたいと思います。